青木由美と佐々木千明の愛され召し上がれ。皆様お元気でしたか？料理カウンセラーの青木由美です。皆さんこんばんは、女優の佐々木千明です。さて始まりました愛され召し上がれ。この番組は婚活は料理レシピ作りとカウンセリングからをコンセプトに、婚活料理カウンセラーの青木由美さんがラジオを聴きの皆さんに分かりやすい婚活の方法、お料理のレシピ、最新便利調理器具情報など、料理と婚活などアラサー女子目線のトレンド情報満載な番組です。ではまずはですね、今注目の料理カウンセラー青木由美さんの略歴をご紹介させていただきます。お願いします。青木由美さんは千葉県のご出身で、調理師専門学校を卒業し調理師免許を取得。その後専門学校でアシスタント講師としてご活躍の後、2012年に起業をされました。料理はコミュニケーションという考えのもと、料理の作り方だけを教えるのではなく、料理を作る時間管理術、冷蔵庫の中身で料理を作れるようになる調理理論を指導され、全く新しいスタイルの婚活方法を提案する愛され飯を確立されました。現在は食を通じて女性が心、時間、経済の豊かさを得られ、安心して子育てができる日本の未来のために、この番組をはじめ婚活料理教室、そして各種セミナー、取材、執筆など精力的に活動されていらっしゃいます。ありがとうございます。はい。そしてですね、今お話しさせていただいております私佐々木千明と申します。現在毎週木曜日夜9時からテレビ朝日系列で放送中のドラマ、米倉涼子さん主演のドクター X 外科医大門未知子に看護師役としてレギュラー出演させていただいております。また普段は映画やドラマ、 CM などにも出演させていただいております。そしてここ市川うらら FM さんで言霊アラカルト、ファントレタイムという番組でもレギュラーパーソナリティを務めさせていただいております。よろしくお願いいたします。お願いします。はい。でですね、青木さん、早速というか突然なんですけれども、はい、それこそまたまたと申しますか、先月も、まあ、来年から始まるドラマの取材を受けられてすごいなっていうね、お話をさせていただいたと思うんですが、またあの青木由美さんのフェイスブック拝見しておりますとですね、はい、あのラジオ聴きの皆さん、もしねフェイスブックやってらっしゃる方がいらっしゃいましたら、青木由美さんのいろんなご活躍チェックできますので、ね、ぜひねチェックしていただきたいと思うんですが、あの現在テレビ東京で毎週月曜日夜10時放送中の人気ドラマ、中谷美紀さんが主演されているドラマ春総合商社の女にご出演されたということで。そうなんですよ。はい、プロフィール写真でね、あの、はい、春のドラマの5話にね、ドラマのデビューしたことでですね、はい、あの次はね女優デビューですかっていうね、お話をいただいたりですとか、はい、あとは今のうちにサインもらっておこうかななんていうね、そんな声をねいただいてて嬉しい限りなんですけれども、あの今後もねやっぱりフードコーディネーターとしてのお仕事ですとか、はい、あとは取材とかドラマとか、さまざまな分野で活躍して、はい、まあ、将来皆さんにね、あの青木由美は知り合いなんだって自慢していただけるように、うんうん、頑張っていきたいなと思ってます。いやーね、すごいですよ ね、 おかげさまで、本当にすごいなという感じで、ちょっと私もね負けてられないなって思っちゃいましたよ。ドクター X でね毎週見てますからありがとうございます、ね、ちょっとこれからの青木さんのご活躍、皆様ちょっと楽しみにしててください、ね、ありがとうございます。はい。さてではそろそろですか、そろそろ進行の方に戻らせていただきたいと思います。この番組愛され召し上がれは、毎回お聞きいただいている皆さんに料理婚活を中心としてよりすぐりの情報をお伝えしていこうと思っております。それでは初めのコーナーは冷蔵庫の残り物三段活用のコーナー。このコーナーは冷蔵庫に残っている食材をもとに、誰でも簡単に作れる追加の一品についての簡単なレシピを紹介していくコーナーです。そして残り物三段活用ということで、一つの食材に対して3つの簡単なレシピをご紹介させていただきます。それでは由美先生、今回の食材は何でしょうか。今回はですね、はい、白菜についての3つのレシピをご紹介していきたいと思います。白菜、まあ、今ね、この寒くなってきて、あのお鍋がね美味しい季節ですので、白菜って結構買う機会がね増えてくると思いますから、はい、白菜での、あの作れる簡単レシピをご用意しました。いや楽しみですね。じゃあ早速、はい、まず1品目、白菜のラザニア風、そして2品目、甘みたっぷり白菜の塩昆布和え、塩昆布和え、
3品目白菜のミルフィーユ蒸しです。ミルフィーユ蒸し、まずですね、はい、白菜のラザニア風ですが、はい、用意するものは白菜3枚、はい、市販のミートソース、うん、市販のホワイトソース、うん、ピザ用チーズ、うん、グラタン用の耐熱皿、うん、耐熱皿は100円ショップとかでもね、あの結構売ってたりとかしますので、そういったものでも大丈夫なんですね、はい、大丈夫です、はい、でまずはですね、白菜を一口サイズに切って、はい、ラップでくくるんだら、電子レンジ600ワット設定で2分加熱します、はい、2分加熱。次に耐熱皿にミートソースを薄く引いて、はい、白菜をね敷き詰めてもらって、はい、でその上にねホワイトソースを薄く引きます。はい、でこのですね、はい、ミートソース、白菜、ホワイトソース、ミートソース、白菜、ホワイトソースっていうね順番にどんどん重ねていってもらって、はい、で一番上にピザ用のチーズをかけてください、はい、でオーブンの場合には200度で焼き色がつくまで、うんうんうん、で時間がねちょっとかかりますので、うんうん、もし時間ない時は電子レンジで加熱してチーズを溶かすだけでも OK です。あ、そうなんですね。簡単にね作ってもらって全然 OK です。で白菜をですね食べやすいサイズに切ってからグラタンの中に入れていかないと、うんうん、食べる時にですね大きいサイズだと崩れちゃうんですね。なかなか切れなくなっちゃいますので、 なのでね必ず一口サイズに切ってから使うようにしてください。大事ですね、一口サイズ、そしてその次2品目、はい、甘みたっぷり白菜の塩昆布和えです。はい、こちらは白菜1、2枚、うん、そして塩昆布、はい、柚子胡椒、はい、マヨネーズ、うん、塩胡椒、はい、こちらでですね、まずは白菜を生のまんま食べやすいサイズに切ります。生のままですね。そうです。はい、で次にボウルに柚子胡椒とマヨネーズ、うん、塩胡椒、塩昆布を入れて混ぜていきます。そしたら、はい、ここに切った白菜を入れて混ぜたら完成です。へえ、これですね、白菜って、まあ、なんか茹でたりとかね、こう蒸したりっていうイメージあると思うんですけど、はい、生で食べると、はい、甘みとねみずみずしさを感じやすくって食感もいいので、生のねサラダって結構おすすめなんですよ。あ、そうなんですね。確かに生であまり食べる機会がないから甘さをこう感じるというかイメージがないのかもしれないんですけど、ね、これマヨネーズも加わって、そうですね、ちょっとねさっぱりっていうよりもまろやかですよね。いいですね。そうですね。そして3品目、はい、白菜のミルフィーユ蒸しです。はい、こちらね、お鍋とかでよくミルフィーユ鍋ってあると思うんですけれども、はい、ありますよね。これね、よく似ている作り方になります。はい、でまず白菜が1/4個、豚バラ肉のスライスとポン酢です。うん、で白菜は1枚ずつ剥がさずに、はい、そのまま5センチ幅で横にぶつ切りします。うん、次に白菜の間に豚バラ肉を1枚ずつ挟んでいきます。はい、そして耐熱皿に入れてラップをして電子レンジ600ワットで4分加熱します。うん、これで完成なので最後にポン酢をかけて召し上がってください。簡単、これね、間に入れて見た目がこう綺麗に見えますから。そうですよね。これ私お鍋ではやったことがあるんですけど、ミルフィーユ自体はただやっぱりこうお鍋のイメージしかやっぱりなくて、こう なんだろうお料理の中に取り入れるというか別の作り方というか、そういったものっていうのは経験したことがなかったので、でもねこの電子レンジでチンっていうのが楽ですよね。そうなんですね。できるだけこう時間かけたくないとかっていう方にはすごくおすすめですよね。そうなんですよ。うん、ね、そのまま食卓に出しちゃえば洗い物もね少なくて済みますので。そうですよね。一人暮らしの方なんかには結構いいと思います。あー、美味しそうだな。いや、私ねこの中で特にやっぱりちょっと気になったのが、まあ、どれももちろん気になるんですけど、ラザニア風の、はい、ね、白菜のね、これ白菜でラザニアって結構ね珍しいですよね。そうですね。こうラザニアって聞くとやっぱりこう冬にこうなんかお食事で出てきたらちょっと嬉しいかななんていうね、お料理だと思うので、これがね自分で作れるってなったら結構料理できるのかなこの人みたいな感じになりそうですよね。中身白菜だからね、ちょっとこう変わってる、これなんだろうっていうね、びっくり感もありますし。そうですよね。おもてなしにもいいかもしれないですね。いや、ぜひね作っていただきたいですね、皆様もね。はい、いや今回もね白菜ということで素敵なレシピを3品ありがとうございます、ご紹介いただきました。ありがとうございます。いかがだったでしょうか。
ぜひ皆さん白菜を使った追加の一品おすすめです。以上、冷蔵庫の残り物3段活用のコーナーでした。続いてのコーナーはランクザ調理キングということで、このコーナーは各種通販サイトなどを参考にし、独断と偏見で毎月のおすすめ調理キングについて青木さんからご紹介いただくコーナーです。はい、今回はですね、クリスマスとか誕生日プレゼントに最適な子供用の調理器具です、子供用の調理器具。そうなんです。ラジオを、ね、お聞きの方からのリクエストで、はい、私独身だから、めいっ子のプレゼントに、ね、何をプレゼントしたらいいのかわからないっていう相談をいただいたんですよ。はい、で料理にね興味を持ち始めた自分の子供には もちろんなんですけど、はい、やっぱりこう友人の子供とかめいっ子ちゃん、おいっ子ちゃんへのクリスマスプレゼントね、ちょうど時期ですの です、ね、そこにぴったりなものっていうのを今回選んでみました。楽しみですね。私もですね、子供の頃に浅漬け作ったりする時間があったんですね。はい、そうなんですか。すごい。でやっぱりね、そういう子供の好奇心を伸ばす食育って結構大事だと思ってるんですよ。はい、確かにね。ということでね、はい、今回はお子様のお料理デビューを安全に応援してくれる調理器具をご紹介していきます。お願いいたします。まずは第3位、はい、ひろまささんですね。正しいに広いと書いて、まさひろさんの包丁で、子供包丁リス、子供包丁リス、アマゾンで税込み1908円の商品です。年齢によって子供の手の大きさが違うので、はい、動物の名前がついたサイズの、ね、包丁が3種類あってですね、3種類も、幼児向けのリスと、はい、小学校低学年向けのウサギ、はい、小学校高学年向けのクマというようにですね、購入する大人にも選びやすくなっています。確かにそれちょっとね選びやすいですよ ね、プレゼントにもね。うん、そして第2位、川島工業さんのパパママキッズピーラーという商品で、はい、アマゾンで税込み960円です。はい、ピーラーですか。そうなんです。やっぱりお手伝いはしたいんだけれども、包丁握るにはまだ早いっていうね、お子様いらっしゃいますけれども、はい、そういうお子様にぴったりなピーラーなんですね。はい、で一般的なピーラーとの違いがあってですね、何でしょう、これピーラーの刃に手をね、はい、挟まないようにプラスチックのカバーがちゃんとついてるんですよ。そうなんですね。安全設計なんですね。でところが刃はやっぱりちゃんと本物のステンレスのピーラーですので、はい、皮がむけるということで人気のそうなんですね。まあどうしてもねピーラーって、まあ、包丁もそうですけどピーラーってこうね子供に触られるのちょっと怖いわなんて方、ね、多いんじゃないかなと思いますので、これだったら安心ですよね。安心ですね。そして、はい、第1位、はい、貝印さんのリトルシェフクラブ子供用調理器具8点セット、8点なんです。うん、これねこちらアマゾンで税込み3774円の商品です。はい、これだけ入っててねいいですよね。8点いいですね。料理器具メーカーで有名な貝印さんの商品で、はい、全てね子供サイズのお玉とかまな板とかピーラーとかがね全部8点セットになってて、怪我もしにくい安全設計なのがおすすめのポイントなんですね。はい、そうなんですね。これだけ揃ってるっていいですよね。うんうん、8点あったらね大概のことはできます。そうですよね。うん、ちょっと私も8点持ってるかちょっと自信本当ですかくらいですけど、ね、8点これ調理器具を知るっていうのもやっぱり大事なことですよね。そうですね、用途によって使い分けるなんていうのもやっぱり食育としてはね必要ですので、ね、大事ですもんね。あーそうなんだ。なんかこんな、ね、今回3つご紹介いただきましたけれども、やっぱりこう私はあまりこうお料理をしなかったんだと思うんですよね。小さな頃にどうしてもやっぱりその危ないからとか、まあ、やけどしちゃうから手切っちゃうからっていう理由で、まあ、調理器具をあまり触る機会がなかったのかなって大人になってから感じることが多いんですけど、ね、こういった調理器具がね、今はある、あるんですね。まあ、昔ももしかしたらあったのかもしれないんですけど、今はこうやってね調理器具という形で出ているというところで、ね、もう未来のシェフたちが育っていきますね。育っていきますよね。子供向けっていうのがまたねいいですよね。大人と一緒だとちょっと ね心配なところもありますけど、ありますからね、こういうものだったら安心してね買ってもらえますからね。そうですね。
いやこれはねプレゼントでもらったらお子様はちょっとやっぱ興味そうです、ね、持ちますよね、うんうん、すごくあのちょっと私もね姪っ子おいっ子ができたらちょっとチェックしたいなっていいですねプレゼント用に、ね、思います。はい、いや本当にありがとうございます。以上ランク・ザ・調理キングのコーナーでした。千秋のぜひものソング。さてこのコーナーはぜひものソングということで、何のぜひものかと申しますとズバリ恋愛。この楽曲を聴けば婚活や恋愛が成就するのではと私佐々木千秋がセレクトさせていただいた楽曲を紹介し、毎月2回放送ともかけさせていただくコーナーです。今回はバックナンバーさんのオールドファッションという楽曲を選ばせていただきました。オールドファッション、はい、美味しそうな名前です、ね、確かにちょっとね、うん、イメージするのは美味しそうイメージだと思うんですけれども、まあ、この楽曲なんですが、2018年、去年ですね、去年あの TBS の金曜日のドラマで大恋愛僕を忘れる君とというドラマがあったんですが、うん、戸田恵梨香さん室津吉さんがあの出演されていたドラマなんですが、これの主題歌になっているなっていた楽曲です。大恋愛っていうドラマにねぴったりの、はい、そうですね、うん、で私、まあ、この曲を選ばせていただいたのがちょっと歌詞がね素敵だなと思ったので選ばせていただいたんですけれども、どんな歌詞なんでしょう、まあ、あの男性が考える女性ってこんな感じかもなっていう、ところで、あの、まあ、会話の中でよくあると思うんですけど、男性って結構ロマンチストで歌詞の中にも、うん、まあ、僕と見たこの夜空とか街どう映ってたんだろう、うん、君の目にはどう映ってたんだろうと、お、うん、素敵です ね、 ね、ちょっと君は後悔してないかなっていう、こう心配のフレーズが入りまして、で、まあ、そういう気持ちをね投げかけた男性の言葉を女性は、ね、ちょっとそんなのどうだっていいの、どんな使ってきてよって君ならああそう言うだろうなっていうね、うん、これはねもう本当にお互いを知り合ってちゃんと理解し合っているからこそ出てくる歌詞なのかなというふうに思いまして、そうですね、信頼関係があるからこそ出てくるんでしょうね、うん、はい、そうでしょうね、だからそんな関係をこう築いていけるのっていいなって、うん、なんとなくというか、まあ、理想とするところだなということで、今回はこの楽曲をね選ばせて、じゃあちょっと歌詞にもね注目して聞いていきたいところですね、はい、そうですね、ぜひ皆様チェックしてみてください。改めまして今お聞きの番組愛され召し上がれ、担当は青木由美と佐々木千秋でお送りしております。続いてのコーナーはラジオで婚活のコーナー。このコーナーは料理を通じて婚活カウンセリングを実践されていらっしゃる青木由美さんが、将来そして現在婚活をしようと考えている女性およびその親御さんなどに向けて、そのポイントと思わずしてしまう間違いなどについて実際のカウンセリング経験をもとにアドバイスをしていただくコーナーです。それでは由美さん、今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介するのは、はい、料理を作って、はい、ダイエットの成功も、うん、同棲中の彼の愛情も、はい、2点手に入れた女性のお話です。ほー、ダイエット、うん、で当時ね34歳だった女性は、はい、あの5年ね彼氏と同棲をしていて、はい、そろそろ結婚したいんだけれども彼から結婚の話が出てこないって悩んで、はい、私が主催する愛され飯のレッスンに参加しました、はい、で長くね同棲してると、まあ、すでにね一緒に住んでいて家族みたいなものだから、このままねいればいいかなって、わざわざ結婚しなくてもいいかなって思ってしまう男性もやっぱりいらっしゃるんですよね。で私はねあの彼女に、はい、結婚の話が出てこない問題点ってどんなところにあると思いますかって聞いてみたんですよ、はい、でするとね彼女はそうですねってよく考えたら、うん、彼と一緒に住んでいることで気が緩みすぎて少しね太ってきたし、あ、まあ、女性として見てもらえてないような気がするって話してたんですよ、彼女の話を聞いて、はい、これ問題点は手料理だなと、これ手料理で解決できるって感じたんですね、はい、まあ、生活が外食ばかりといったところもあったので、まずね料理のスキルを身につければ、うん、外食中心の生活も変わるからどんどん痩せていきますし、美味しい料理でね彼の胃袋をつかめば、
結婚しても大丈夫って彼が安心するから、うん、一石二鳥だと考えたんですよ。なるほどなるほど。でそこで、はい、まずは外食ばかりの生活を変えて、料理の練習のためにもですね自炊の回数を増やしてもらいました。うーん、とは言ってもですよ、急に毎日自炊しましょうって結構大変じゃないですか。大変ですよ、うん、でなので少しずつ自炊の回数を増やしていくということをやってもらって、はい、最終的には週に5日が自炊、そしてですね夕食の残り物をお弁当に詰めて持っていくっていう生活に変えてもらったんですね、はい、そうするとですね彼女の自炊の回数が増えるにつれて、はい、少しずつ痩せただけじゃなくってですね お肌も綺麗になってったんですね。あらまあ、これすごいですよね。痩せて肌も綺麗になって、ね、若々しくなっちゃいますね。そうなんですよ。で彼女自身も痩せて綺麗になっていくのを自分自身でも実感できてるので、はい、どんどん料理もね毎日の生活も楽しくなってたそうなんですね。そんな彼女を見ていた彼氏、はい、どう感じてたのかっていうとですね、まあ、だんだんとわー綺麗になったねって、ちょっとずつ褒めてくれるようになってですね、はい、で具体的なプロポーズではないんですけれども、彼からずっと一緒にいたいねとか、あら定年後は一緒に旅行しようよっていう風にですね、二人の将来の話がね出てくるようになったんですよ。これ私の推測ではあるんですけど、彼女は自分で自分を幸せにすることができているから、はい、心の余裕もどんどん出てきて、で彼に対する対応とかね、はい、使う言葉が変わったんじゃないかなと思うんですよ。あ、なるほどね。で余裕がねこう心に出てくるってなると生活自体が変わりますので、だからねと彼からも結婚を意識した将来のお話っていうのがね出てくるようになったんじゃないかなと思ってるんですね。あ、なるほど。やっぱり ね結婚っていうのを考えた時に、彼からプロポーズしてもらえてないとか、彼から何々やってもらえてないとかってい うそういう足りないところばかりに目を向けるのではなくって、はい、自分が今何できるかなっていう自分の行動ですとか、自分がやるべきことっていうところに目を向けて、そしてね将来的にもずっと使える料理スキルを身につけたことが2人のね仲を進展させたポイントですよね。そっか、確かに ねどうしてもね、そうなんですよ、相手に変わってもらおうっていうんじゃなくって、自分自身が変わったら相手もねだんだん変わりますからね。変わってきますもんね。いやでもね料理を通じてこんなダイエット健康的な体になってね、若々しくなって肌も綺麗になってで、まあ、恋愛もうまくいくという、最高じゃないですか、一石二鳥どころか三鳥四鳥ぐらいでそうですよね、いろいろ手に入れてますからね。まあもう本当にねこういった、まあ、積み重ねというか本当にコツコツと毎日ちょっとずつ ねやっていくって大事ですね。そうなんですよ。いやなんていうか刺さりますね。いやもう本当にね、本当に今恋愛を通じて、まあ、恋愛もね料理を通じて恋愛もうまくいくっていうのはやっぱり理想だと思うので。そうですよね。やっぱりこうただ作るではなくって、料理ってコミュニケーションのうちの一環ですから、料理をね相手に作るだけじゃなく自分でもこう自分の心を豊かにして、でさらに相手もこう喜んでもらうことができてっていう最高のねコミュニケーションなんですよ。すごいきますね。確かにその通りでございますね。いやよかったな。ちょっと心がね、ちょっとねホコホコしましたよ。ありがとうございます。皆さん今回のエピソード参考になりましたでしょうか。もっと詳しく知りたい、青木さんのところで実際に勉強してみたいなどとお考えの方はですね、ぜひ愛され飯協会で検索をしてみてください。以上ラジオで婚活のコーナーでした。皆さんもうエンディングのお時間ということなんですが、今お聞きいただいております愛され召し上がれは毎月第2、第4火曜夕方6時からお送りしますので、ぜひこれからもお聞きいただければと思います。由美さん今回の放送いかがでしたか。毎月ね千秋さんが選ぶぜひものソング、大好きな曲が多くてですね、今回もねお家に帰ってから聞くの楽しみにしてます。嬉しいです、ありがとうございます。そしてねお聞きの皆様にはぜひ私青木由美の SNS、インスタ、フェイスブックなどでもですねチェックいただいて、こちらのラジオの中で放送している、お料理なんかが写真載ってますので見てみてください。よろしくお願いいたします。
そして番組ではお聞きの皆様のご感想ご意見ぜひお送りいただければと思います。メールアドレスは info@plus-vox.com info@plus-vox.com 愛され召し上がれまでお待ちしております。それでは愛され召し上がれ、またお耳にかかりましょう。皆様のお相手は青木由美と佐々木千秋でした。では皆様、愛され召し上がれ。